喋っただけで息が切れてるんですけど <laughs> やばいよね、はいえー、私たちはですね今日まで、えー、人生を導く五つの目的という本をあの一緒に学んでいます今、私たちは その5つの目的のうち3つの目的についてはその学びをすでに完了しました。神の喜びになるために作られた。So、神の家族になるために作られた。そしてキリストのようになるために作られた。Like、そして今入ってきている4つ目は、 神に使えるために作られたというテーマです。この神に使えるために作られたという目的はクリスチャンでない人にとっては5つの目的のうち最も意外で最も理解しがたいことだと思います。

の患者さんたちですすってて答えてくれますよね <noise> 警察官の方に尋ねたらどうでしょうか。とか言ってね。政治家の方に、ね、お尋ねしたらどうでしょうかね。 もちろん国民のためですとか言ってね、もう怪しいですけどね。<laughs> <laughs> あの特定の職業の方は、まあ、特定の人々に対して使えてると、まあ、言いやすいと思うんですけれども。So if the people, uh, has この何に使えてますかっていう質問を何のために働いてますかって言い換えるとビジネスマンやサラリーマンももしかしたら答えやすくなるかもしれないですよね。 そうすると、まあ、生きるためとか家族を養うためとかお金のためって答えてくださるかもしれません。しかし聖書では私たち人間は本当は神に仕えるために作られたということを言っているわけです。However, クリスチャンでない方々は、まあ、もともと神様がいることを前提にしてないので理解しがたいんだとは思うんですけれども。 クリスチャンでない方々にとって理解しにくいポイントは私たちクリスチャンも慎重に学ぶ必要がありますなぜならヒズコルチャーチの多くの人はクリスチャンでない ご両親に育てててられていてしかもこの日本においてはクリスチャンでない人たちに囲まれて生きているからです。So Actually, in this Japan, we live um, surrounded by people who don't know Jesus. Yes. So we, the reason why we need to be careful about this point is because uh, our, our environment is not as uh, uh, different from the, what the Bible tells us. えとじゃあここでお祈りしたいと思います天のお父さん神様 <Heavenly> Father, 今日この日曜日感謝します神の喜びのために私たちここにいますそしてここに集めて家族としてくださったことありがとうございます私たち一人一人キリストに似ていくプロセスにあります and we are in a process、like To be like、Jesus. その中で許し合い、愛し合い、そして聖霊の一致がありますように。また今日、イエス様、あなたが語りたいこと、をどうか語ってください。Jesus, to お一人お一人にあなたが伝えたいことがどうか伝わりますように。 私の思い煩いすべてを追いだねして愛せれすキリスあなたの名前によってお祈りいたしますアメン <Amen. S 1> さてこの神に使えるために作られたという目的のメッセージとしてユキチは先々週ですね自分が自分である理由というテーマで話してくれました覚えてますか actually,、uh, それはもうありのままの私たちのまんまで 神の目的は達成し得るという趣旨の内容でした。その前はというと、与えられた任務を受け入れるというテーマでお話ししました。そのメッセージたた つまり大前提として神様に仕えるための任務はもう神様から与えられるものですよというお話でした自分で選んでいるようで選んでいないということですね自分で選んでいないといえば so,、um, we 皆さんはご自分の進路をどうやってこれまで決めてこられましたか私の学生時代っていうのはもうめちゃくちゃ優等生で <So S 1> 自分で言うのもあれなんですけど student,、really、でも性質はこんな感じなので。 その私はこういう方に行きたいとかっていうのをまあ一応言うんですね。海外に羽ばたきたいとか。 ミュージカル女優になりたいとかそういうのをもうアホかって言われてあのもうことごとく反対されてものすごく真面目な道を進んできました究極養われてる身としてはそれを押し切る勇気もなかったですし まあ、なんかいけそうな気もしてなかった、ねまあ、ですよねっていう感じで、まあ、聞き従ってたんですけれども最終的にはもう全く興味のない銀行員になっちゃったんですね。And finally I became a banker. でただその身近な人がある日突然交通事故で亡くなったっていうところから私の人生は少しずつなんかあれってなりまして But、uh, in my life there's a kind of turning point that、uh, my really close people are passed away And from that point my life、um, slightly changed なんかいつか突然死ぬならもうなんか自由に気ままに生きた方がよくないみたいな感じでもうすっごい優等生だったのにすっごいほっしました。死ぬ <laughs> <laughs> はい <laughs> もうここで言うのもあの恥ずかしいぐらいの報道をしまくったんですけどもまあ結局それをこう五年ぐらいやったらなんかそれもすごく虚しくなってで何かを変えたくてもう転職するって言って転職したんですね。So I、um, work I wanna I do what I want to do for five years but I feel really empty. もうその時にももう誰一人として賛成しなかったんですけれども銀行員から生命保険屋さんになりました。And I

でも、すごく厳しい業界でした。今も相変わらずこの苦しい中にいるんですけど、もうこの中で自分,自分に失望して、それまでに経験したことのないほどの挫折を味わいました。 でそれでもなんとかこの仕事を続けていくためにもうありとあらゆる自己啓発セミナーに行きそして to continue my job I,、um, I joined a lot of seminar to, to raise me up パワースポットを巡りいろ <I> んなものを買ってそしてこう なんか企画して、なんか人を動かしてってで、イベントホール、イベントができる場所を探しているときに、この WISE カフェと y u 先生をあの紹介されました。Um, Yumi、uh, 先生のたった一言が今でも忘れられません。 あやちゃん努力の向こう側を見てみたくないって。あ <laughs> あ、uh, <laughs>、いいっていう感じ。もうね、聖書の学びはとっても新鮮でしたし、このボロボロになった体に、もう染み渡るようでした。So、belief、uh, really、do そして自分の人生観がこう壊れ始めるきっかけになったこの生と死についてという答えがもう明確に聖書に書かれてたんですね。私にとっては伝道の十三章十一節がその節だったんですけれども。And for me, ぜひあのチェックしてほしいんですが、まあ神のなさることはすべて時にかなって美しい、えー、それでも神は人に永遠を思う思いを与えられた。だけど、私たちは初めから終わりまでその見業を見極めることができないっていう見葉なので、後でチェックしていただきたいと思います。でね何が言いたかきたいとていたたったかというと、皆さんがどのようにこの人生を進んでこられたかはわかりませんが、私は、so 親とか人に言われるがままに進めてきた進路も自分によって決めた進路も今振り返ってみるともう全部神様の計画だったっていうのがわかるっていうところなんです。And then I realized that んかこう、放道して、廃れた生活を送って、なんとか自分で変わろうと転職して挫折し、ボロボロになり、何も達成できず、何も成功しなかったことが神様の計画だったんですよね。 なんか人生につまずいたらいけないなんか失敗したらいけないって私たち思うんですけどそれがあったから私はイエス様と出会うことができて恵みの大きさも知れてるんですよね So should should to not or not we 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 tend to have a mind that mind a fail or we should not ここにいる皆さんがあの全員クリスチャンかどうかあのちょっとわからないんですけれども、私はその人生はもうすでに与えられている任務をこう生きているというそんなポイントです。 The purpose of God. そして神様に使えるために作られた私たちはこういう人生のプロセス一つ一つを通してこの自分が自分である理由っていうのを知っていくのかなって。 ですから、ちょっと前段が長いんですけども、日こう、神様が励ましを送りたいと思っておられる気がします。それは何かというと、今、自分がいる場所に疑問を持っていたとしても、主にあって正しくそこに置かれているということを、信仰で信じてください。 社会人成なりたてとかであるいはそのいろんな岐路にあって今うまくやれてない思い通りにできない行き詰まりや挫折を感じるもうそれでも全部主にあって計画通りであるっていう平安を握ってください。 In your, um, 社会人になってこの仕事を持つと会社や上司はいろんなことを要求してきますよね。You know, worker, um, あるいは困難な状況が私たちにこう何かするようにと強いてくることがありますよね。ここれしなきゃこれししななききゃゃってあ そして私たちはこう焦ったり落ち込んだりするんですけれども are,、um, 何かを達成して成功することはもう神様にはもう全く関係のない問題のないことです。But for God, um, He

イスラエルの民が何年もこの荒野を旅したようにある独特なシーズンを歩む季節があってそれは個人一人で歩むのではなくて教会という群れで歩んでいく道のりがあります。 荒野はもう右も左も同じ景色が続きますからどこにいるのか分からなくなるんですけども今どこにいるのかをこう確認する意味でも今日丁寧にお話したいと思いました。 Um, talk about this. 時々自分は全然違うところにいるような気持ちになるかもしれないんですけどもそれは嘘ですみんなで共に歩んでいますでもその困難さの中で神に使える生き方をこう選んでいきたいというところでございます And we want to choose やっとこさ御言葉を読みたいと思います。Right, えー、エペソ4:6と7です。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内にいます、すべてのものの父なる神は一つである。しかしか

与えられるはずですとかではなくすでに与えられているというところが重要です。さてちょっとまた私の話をさせてください金をお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 金をを これ,これね、私が今の会社に転職したときにもらった本なんですけど、Welcome to 私の会社っていうそういう本です。皆さんも会社に入られると、会社の理念とか成り立ちとかあの、そういうのを聞かされると思うんですけれども。

このこっち側に書かれているのが夢は思うだけじゃだめって大きくまずここに書かれているっていう。<laughs>

and a loving and a lawyer and humble and i want to make a lot of effort i want to be i want to be beautiful a lot of things and uh when i saw this when i read this in the wrong time i th だからこの青字で訂正したんですね、<So S 1> 最近、I, I correct and 11月15日に correct and、うん、もっと何々なりたいっていうのを私はもう優しい人間ですってこう全部を宣言していってるっていう、so、I 実際にそういう人間かどうかは、まあ、みんなにわ聞くと分、ね、かっちゃうんですけど実際がね。<laughs> <laughs> あのでも、聖書にあって、宣言することは良いことでしょうということで、こうやって訂正したわけですで。それぞれのこの項目が、どの御霊の実なのかなっていうのをちょっと考えてみたんですね。 優しいっていうのは、まあ、親切とか寛容とか平和かなとか。そう、If I declare that I am the kind man, maybe the fruits of the spirit is、uh, kindness or, and peace and gentle. で、愛情はね、愛情深いとかっていうのはもちろん愛だし、あとは善意もそうかなみたいな感じで。 で御霊の実は9つあるんですけれどもそのうち1つ全く出てこなかったものがあったんですねそれが喜びでした今日のポイント1つ目なんですけれども。The first point is today. 神様に使えるものだけに初めから与えられているものとは喜びです。Sorry. クリスチャンになる前の私にとって何かやる前からしかもいつも喜びがある。 喜びという人はもうちょっと頭いっちゃってるっていうか、ちょっとまあ普通じゃない人、まあありえない状態だったわけです。So before I b e c o m e a Christian,、uh, when I see people who always rejoice in something, I feel like、uh, this guy is kind of crazy. もう夢は思うだけじゃダメって言ってるわけですからねテニスで初めて喜べよっていうそういう思想です。ちょっとととこここのののの図図をを見見てていいいいたただだけまますすか、so、can you, can you see this chart? あありがとうございます私の手書きき汚い図を、はい、これね見てください左側にあるのにるるはでよ 喜び左側に言でこの多す感謝って書いているのは、まあ、私のかつての私がそうだったんですけど、感謝できない人もいてるんです。I give wrote who there's somebody cannot the because thanks plus できたのは私の努力ですけどっていう態度ですね <laughs> だからもうちょっと感謝できる人になりたいっていう、まあ、自覚はあったんですけど。もう Uh, be thankful more. こういう目的、目標達成型志向の方っていうのはもうそういう感じですね。できたという出来事を喜ぶ。who have joy by like accomplishing or something is like this できたという出来事を喜ぶ so that type of people rejoice the things they already a c c o m p l i s h だからこの初めから与えられているというてってことはもうありえないし、so、people, 私は喜べる人になりたいですって書く必要もないなぜなら絶対に達成するからっていうそういう感じ。 でも、見たまの実が実るってう見たまのってのは全然違うんですよね。でも、見でも、見たの実が実るってのも、全然違うんですよね。Spirit, really、どのように広くさせられる、この価値観が変わっていく必要があるかというと、させていただける感謝と喜びっていうところからまず始まる。 十字架思考と名付けたんですけれども、so I, I the, uh, この思考を持つなら喜びが初めからあって自然ですよね。So if, if なぜならできるかできないかは関係ないからです。主を喜んでいるからです。About, uh, not, そしてこの思考の素晴らしいところは主を喜んでいる人なので究極的には全くうまくいってない時も喜んでいるっていう。So I found this この思考はこの神様を知らない人にはもう全く理解できないことです。クリスチャンじゃなくてもなんかハッピーですごいポジティブな人って世にいると思うんですけども。You know, そういう人でも私もっと最初からこう喜びでもって仕事するようになりたいって言われてさすがにハァっていう顔をされました。

ポイントの2つ目に行きたいんですけど、この喜びはどこから来るのでしょうか、so、エピソーのド2の3から5にこうあります。エピジンチャプター2、3 5 says this 私たちも皆以前は他の人たちと同じでその生活は心にある悪を反映したものでした欲望や心の赴くままに生き行動していたのです私たちは生まれながらに神の怒りを受けて当然のものでしたしかし神は

Like the rest, we were by nature deserving of worth. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. So when I think about the joy, we definitely 私たちはもう悪いことしかしてないのに一方的な恵みによって十字架が与えられていたという喜び、uh, we got the joy. ねえ考えてみてくださいここ、ね。今与えられている仕事 あるいはは私たちに本当にそれをする資格があったでしょうか so, ?Please think about this.Please、um, imagine your work and the serve.Do、uh, we are we qualified to do this?、ね、喜んでいない私、感謝してない私、誠実でない私。 でない私、ずるい私、弱っちい私、嘘をついてしまう私、私なんてと思う私こんなにも不十分な私たちを新しい命に生かすために、イエス様が死んでくださいました。 Jesus died for us and we are not imperfect, but Jesus died for us anyway to make us live the new life. When I um, remember my past, my past is such a messed up and but um, Jesus came to for me. でももうそれをくよくよする必要もないんです心配しないで安心していなさいっていう言葉は過去の自分に引き戻されそうになった時にも力強く励ましてくださる御言葉です The word of Bible saying Don't worry or do not fear This encourages u when When we ご、ウィンウィン、トライ、o バクトイトパ t ヨハネ、十六の三十三に、こうありますね。あなた方も心ンしなシで安心していなさい。こんなに年には根を入れて話したのは、そのためなのです。確かに、この世では、クナント、カナシミガ、ヤマホダリマス、シカシ、ゲンキオダ t ナ e イ、ワタシワスデニヨニ、t タノデス。ジョン、シャフト16、シス、uh, v e told you these things so that in me you ローマの8の31から33にもこうありますこんなに素晴らしい恵みに対して一体何と言ったらよいでしょう神が味方なら誰が私たちに敵対できるでしょうか、ね、神がご自分のものとして選ばれた私たちを訴えるのは誰ですか神ですかとんでもない神は私たちを許し義としてくださった方ではありませんか

もし何かしようとするときに喜びがないなら十字架に戻ってください、so wanna, um, have, um, 十字架に戻ることがもうしんどい時もあるかもしれないけどそれが恵みのうちを生きるというドアでもあります Sometimes we experience that,、um, It, it is real difficult to get back to the grace of um, grace of cross but actually this is the way to um, way to experience the joy uh, so last point is um, Ephesians chapter 8 <laughs> chapter 4 verse 8 to 10 聖書の紙幣の作者はこう言っています。キリストは復活してサタンに打ち勝ち勝利を得て天に帰られた時人々に惜しみなく賜物をお与えになった。ここでキリストが天に帰られたという点に注意してください。つまり最初は天の一番高いところにおられたのに地の一番低いところに下られたことを意味します。この下ってこられた方が天に帰られたのです。それはキリストが It says this is why it says when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean except that he also descended to the lower uh, earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. You know, this uh, verse is kind of amazing. It's like, um, how, how do you do? Uh, and so, so? Or sometimes we are really. Uh, でもその人生のどこにあってもあらゆる点であらゆるものにあらゆるものを満たすお方としてここからここへってこう言ったっていう。Jesus went place this down so that,、uh, we experienced, uh, um, grace of God where we are, where the point experienced li life of ね神,は神様はすべてのものの上に立つ最高のお方ですよね。Jesus, um, その神様は私たちから最高のものを受け取るに値するお方です。And God, um, God is God 私たちが神様のために何か捧げてさせていただこうとするとき自分が自分で最高と思えなくても今この辺こんなことしかできないとか思ってても,もうそんなこと全然関係ないっていうね。The Bible tells us that when we surrender something or offer something to God,、uh, even, we, even though we think that my offering is not enough, this is not enough. What God care about. 神様は私たちをいつでも最高の存在であると言ってくださるからですよね。

ね、いつだってどんな状態であったって私たちのことを最高の存在であると言ってくださるこの恵みだから私たちは完璧じゃなくてもいいから今持っているものをその時に捧げられる最高のものをいつもこう使えさせていただきたいですよねそういう e r ですよね 奉仕をお休みになる方が時々ありますよね。キャパオーバーであるなら休んだ方がいいと思います。だけどもし 今の自分は奉仕をする資格がないからそれをしませんというならそれは間違っています。I tell that this is the lie. そのように神様が言うはずないからです。神様は私たちを裁きません。むしろそのための十字架です。God

Problem or failure, but through that failure we see the grace of God. So have you ever read the Psalm chapter have you ever read the the Psalm chapter the grace. the 絶え間なく恵みを注いでくださる主に感謝しなさいから始まってもう全部「恵みに感謝恵みに感謝」最初から最後まで「恵みに感謝」っていうそういう箇所です。神様に仕える人生というのは何も牧師とか 教会のスタッフとか、えー、宗教あの宗教家とかこの聖書研究者になるというそういう職業のことではないということは皆さん分かっていると思います何をするにも神に使えるようにするというのは考え方とか

究極的には神様がしてくださった十字架をいつもどんな時も思い出して喜ぶその生き方です誰がここに置いてくれたのか誰がこの人たちを与えてくれたのか 誰がこの仕事を与えてくれたのか、奉仕を与えてくれたのか何か問題が起きていると感謝できないかもしれませんうまくいっていないとすごいストレスがたまるかもしれません。 でも絶対に間違いなく神様の計画の中を歩んでいます the,、uh, ね。こんがらがってしまった人間関係を神様に委ねましょう。 解決できないと思われる難しい課題を神様に委ねましょう。私たちがどれほど死を信頼し、委ねて信仰を持っているかをイエス様は見ておられます。このイエス様が計りに従って、恵みを増し加えてくださる時が必ず来ます。

神様への喜びです。目を閉じて、そうだなという方は手を挙げていただきたいんですけれども、so、その主からくる喜びが知らない間にどこかに行ってしまっていたという方がいらっしゃったら、 手を挙げてて教えてくださいますか、so that, um, ありがとうございます。ありがとうございます。今、手を挙げてくださった方たちのために祈ります。イエス様 <Jesus. S 1> あなたは責めないお方です。 喜び失ってもなお、忠実であったこの人たちを見てください。もしこのままいていたらどこかが壊れてしまったかもしれません。それを今日 立ち止まるように教えてくださり、微調整してくださること、ありがとうございます。すべ、um, ての動機が、喜びになりますように。I pray。Um, the purpose will be the joy。 目に見えるものに目を向けずに、主の十字架をもう一度思い出すことができますように。こんな大変な状況の中でも、あなたがお一人お一人にしてくださっていることを見つけることができますように。 喜びだけがガソリンになりますように。ハレルヤ、感謝します。<Thank> また、えー、奉仕について救いのために必要だと感じていたとか、自分の 居場所のために必要だと感じていたとか、義務感からしなければならないと思っていたとか、そのように思っていた方はいらっしゃいますか？またはこう自分が何かできるものを 見せたいというエゴや、えー、良い行いをして得を積みたいというちょっと違う考えから来るもので、えー、奉仕をしていた方。あるいは奉仕について、えー、人からそれをお願いされるまで私は。 しませんと、待って、おられた、ママの方、いらっしゃいますか ?Or if you have been waiting to,、uh, for to do so, God, until somebody tells you to do so. ありがとうございます。Thank you. で、お父さん、神様、あなたがお一人お一人に、 あなたの喜びから来る奉仕をさせてくださっていたこと、ありがとうございます。月曜日から土曜日が忙しくなると、うんざりしてしまうこともありますけれども。

イエス様のことをよく知らなかったけれども、でも自分のために何かを追ってくれている、あるいはもっとイエス様のことを知りたい、信じたいという方がいらっしゃったら教えてください。Ever, um, ありがとうございます。<Thank you. S 1> また ビデオで見ている方の中にも、えいのことと知りたい、たいという方がおられるかもしれません。えいのこともっと知りたい、知りたいという方がおられるかもしれません。え、uh, ね、そのような方々のために、えー、ぜひ一緒に祈りましょう。えの、so uh, お父さん、神様、<Heavenly Father. S 1> 私たちをヒーズコールチャーチに集めてくださり、ありがとうございます。

イエス様のことをもっと知りたい、信じたいと思っている方の心の中にイエス様、どうぞ入っていってください。Jesus, please, please その方をお救いになってください。 l e s 様あなたはそれがおできになるお方です。This, 私たちのことも十字架で救ってくださってありがとうございます。この十字架の恵みを日に日に私たちがもっとより深く強く知ることができますように。 主に感謝し賛美して愛するイエスキリスト、あなたのお名前によってお祈りいたします。I praise you and I give thanks to you in the name of Jesus, I pray.Amen.Amen. ありが <Amen>. とうございます。Thank you. 宣言文。また忘れた宣言文読みます。あ、じゃあ、レッツリエ ごめんじゃあ、えー、日本語から一緒に読みましょう。From Japanese せーの Yes 様、わたしを愛してくれてありがとう。わたしの心に入ってきてください。わたしの人生を導いてください。Yes はわたしの種です。In English, Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and live my life. Jesus is my Lord. ありがとうございます。Thank you.